神戸紅葉音楽&ダンス専門学校で照明の講師を担当しております長谷川です。よろしくお願いします。はい、僕の授業はですね、主に、照明、舞台の照明に関する、実践を、主にしております。例えばその実際に、照明を仕込んでみようとか、こういうアーティストさんがいるのでそれに対して照明を実際につけて演出してみよう、そういう部分の、授業を主に担当しております。今回の授業内容は、皆さん、コンサートとかで、照明の演出とか照明かっこいいなと思った人いっぱいいると思うんですが、それの、今最近流行っているというか今主流になっている機材の説明とその機材を使って実際にちょっと音楽に合わせて演出してみよう、それを見てもらうという授業になります。はい、こちらがですね、ムービングウォッシュライトと言います。で、このムービングウォッシュライトっていうのはですね、何かと言いますと、光源が、LED になってます。多分 LED っていうのはお家とか最近お家の電気とかですね、そういうところですごくみんな身近になってると思うんですけれども、それが光源となった、ムービングライトになります。で、まずこいつ何ができるかっていうところをちょっと説明していきたいと思います。じゃあまず、動きというところから、まあムービングライトなんでいろんなものが動いて動いてムービングというぐらいなんで動くので、一度ちょっとその動きっていうのを見てもらいましょう。はい、まずは、縦旋回、縦に動きます。縦旋回のことをチルトって言います。こうやって縦に動きます。はい、もっとガンガン動かしてみましょうか。はい、こんな感じですね。こんな感じで、はい、でこういうふうに、派手に動くこともあるんですけど、まあ例えばきっちりこう方向を決めたりとかそういう時にも、使います。じゃあ次、横旋回、パンと言います。カメラとかでも横に振ったりするけどパンって言いますよね。それと一緒です。これ横旋回です。こういうふうに動きます。はい、で、次、縦旋回、横旋回、これは主な動きなんですが、次、こちら光源、これがですね LED なので、よくテレビとか映像とかそういうところにある光の三原色ですね、RGB、 それがこの中に内蔵されてます。なのでまず赤 R 一度つけてみてください。赤、はい、赤がつきました。次、RG なので次グリーンですね。はい、続いてグリーン、はい、グリーンがつきました。で最後 RGB の B です。ブルー、どうぞ。はい、ブルーでございます。で、この3つを組み合わせて色をいろいろ組み合わせ作っていきます。なのでまず赤をちょっとつけてみてください。はい、じゃあ赤にグリーンをちょっとずつちょっとずつ、今赤だけですがグリーンをちょっと足していきます。そうするとオレンジになってきました。で足し切ると黄色になるんですね。はい、っていう風に、色を決めていきます。じゃあ続いてここに、ブルーを入れてみましょうか。はい、ブルーを入れると、はい、だん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 こういう風になってきますね。続いて、黄色が入るのでちょっと薄いブルー、ライトブルーになります。じゃあ今度これは、次、グリーンか、グリーンをじゃあ落としてみましょう。そうするとダークブルーに変わっていきます。じゃあ最後ここに赤を足してみましょう。はい、紫に変わっていくんですね。っていうふうに、まあもっとね細かいゲージでいろいろ決めていっていろんな色、理論上フルカラー出ると言われています。ただ人間の目にね認識できるのはもっともっともっと少ない色なので、その中で、使っていくっていうところですね。で、あとはちょっとそれには補足できない、色っていうのがですね、いわゆるこういう蛍光灯みたいな白い色ですね。こういう白い色がなかなか補足できないので、プラスホワイトっていう色がここには入ってます。なので計4色ですね。ちょっと一回ホワイト出してみてください。はい、これが別で入っています。なのでホワイトはホワイト専用の光源っていうことで4色で構成してます。はい、あとはですね、これの機能としてはズームが効きます。で、これズームどんなのか、ズーム触れますか。
ズームお願いします。はい。すごいこう細い状態からズームを大きくしていくと、もう本当にいわゆるぼやーっとしたですね、こんな大きな、このステージ上全部明るくできるようなぐらいまで大きくなります。はい。これズーム機能ですね。ちょっとじゃあ大きくしたり小さくしたり、はい、そうこんな感じでズーム機能がついてますっていうのが大体この、機能、これぐらい、この感じの機能がこのウォッシュライトの、機能になります。こちらがですね、ムービングスポットと呼ばれる機種になります。で、これ多分皆さんコンサートとかライブ行った時にめっちゃ見てると思います。最近ね、やっぱりこれがすごく、ムービングライトというものがすごく増えてきました。で、多分みんなが一番大好きな、みんな大好きムービングライトみたいな感じだと思います。で、こうやってガラガラ動いて、コンサートとかでガラガラ動いて色も変わってバンバンって、客席ドーンみたいなやつがすごい得意な機種です。で、ちょっとその機能について一度説明したいと思います。じゃあまず、一回、ランプ出してみてもらえますか。はい。こうやってね、まず、明かりが出ると。これは当たり前なんですけど、実はちょっとね、これムービングライトの最初の特徴というのがありまして、これがね、実は、一度、ディマークローズしてみてください。はい。で、このムービングライトっていうのは、つける消すっていうのをですね、オープンクローズと言います。で、じゃあオープンしてください。はい。じゃあ続いてクローズしてください。はい。というふうに、なんでオープンクローズっていうかっていうとですね、これ実は中でライトがつきっぱなしなんですね。いわゆるそのずっとランプがついたまんまの状態で、この前のシャッターで制御してるっていう種類の、ライトになります。なので、じゃあオープンのまんましといてください。はい。という、まず灯体としての特徴はそんな感じです。で、どういうことができるか、最初ですね、じゃあまずチルト、縦旋回です。はい。これ縦に動きます。こういうふうにね、客席にブワーッと上がっていったりします。はい。続いて横旋回してみましょう。はい。横にも動きます。で、横にも動いたりするので、いっぱいあるムービングライトがボーカルにザンと集まったりとか、ギターソロでビャッと集まったりとか、そういうことが簡単にできたりします。はい。まず動くっていうこととですね。それと、次はゴボを入れてください。はい。こういうふうに柄が入ります。僕らはこういうのね、柄のことゴボって言ってます。はい。で、この柄がいろいろ変わります。で、まあ機種によってめちゃくちゃ数、いろんな種類のこうやって柄が入ります。で、このちょっとこの柄のまま一度、じゃあちょっとフォーカスを動かしてみてください。そしてその柄が、ピントですね、フォーカスっていう言われる部分。はい。じゃあフォーカス合うところで一度合わせてください。もうちょい、はい、ストップです。はい。こんな感じで、こうやってフォーカスをバッチリ合わせるっていう機能がついてます。で、これ大きくしたり小さくしたり、はい、ちっちゃくなるとね、またちょっとフォーカスがずれちゃうんですが、小さくすることもできます。じゃあ大きくしてください。これで一番大きい。はい。こういうふうに大きくしたり小さくしたり、ズーム機能ですね。それもついてます。そして、ゴボが変わる、ズームができる、フォーカスができる。そして次、色が変わります。まあこれね、色が変わるのは絶対色が変わるんですけど、じゃあ一度色変えてみてください。はい。赤。はい。青。緑。ピンク。黄色。ブルー。あ、薄いピンク、オレンジ、あ、また緑、はい、あ、またピンク、はい、あ、これもありますね、こういう色もね、はい、とか、はい、とかいうふうにですね、この中にいろんな色入ってます。多分もっと入ってるんですが、ちょっとまあ今分かりやすいところだけ出しました。はい、っていうふうに色がいろいろ変わります。で、この色でちょっとなんか派手なこと、一回ちょっと派手なことやってみてください。例えばブルーと白の行ったり来たり、なんか行ったり来たりというか、あ、こういうことですね。こういうなんか、こういうのがいっぱい連なってやるとすごく派手になったり、こういうことがすぐできたりします。あとはストロボとかできるかな。はい。こうやってストロボとかできたり、
はい、こういうふうにちょっとこの1台でいろんな演出が1台でできるっていう機材です。はい、それでは、実際の照明の演出、音に合わせて、見ていきたいと思います。はい、では今回オペレートを担当します、桂先生です。お願いします。はい、じゃあ桂先生にお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。かっこよかったですか。はい、今見ていただいた演出を、次回の授業では、もっと、細かく分解してどういうふうに照明が作られていったいくかというところを、皆さんにお見せしたいと思います。それでは、今日の授業はこれで終わりです。ありがとうございました。